ピーター男爵家の紋章ピーター男爵は、イングランド貴族の男爵員。ジョン・ピーターが1603年に除されたのに始まる。ピーター男爵家邸宅インゲートストーン、ホール・チューダー町の帝身ウィリアム・ピーターの息子で、エセックス州のハイシェリフや、庶民院議員などを務めたジョン・ピーターは、1603年7月21日の、直挙状により、エセックス州における、 ライトルのピーター男爵に助せられた。以降ピーター男爵位はその男系男子によって現在まで継承され続けている。ピーター家は熱心なカトリックの一族であり、4代男爵ウィリアム・ピーターはカトリック陰謀事件で1678年に逮捕されロンドン等で獄死している。9代男爵ロバート・ピーターはカトリック解放運動に尽力した。 また彼は1772年から1777年にかけてフリーメイソンのイングランド、首位グランドロッジの最高指導者グランドマスターを務めたことでも知られる。11代男爵ウィリアム・ピーターの代の1829年にカトリック解放法が可決されたことにより、貴族院に議席を持てるようになった。13代男爵ウィリアム・ピーターもカトリック教育の 普及に尽力した。2016年現在の当時は18代、男爵ジョン・ピーターである。邸宅はエセックス州のインゲート・ストーンホールとエセックス州のチェルムス・フォードのライトル・パークである。家訓は神なくしては何もない。ありがとうございます。